馬場正夫は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。熊本県出身。1892年1月7日、馬場正幸陸軍中尉の息子として生まれる。広島陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、1912年5月28日、陸軍士官学校を卒業し見習い士官。同年十二月十四日、 陸軍騎兵省委任官、騎兵第五連隊府となる。1918年12月11日に、陸軍大学校入校。1921年11月28日に、同校を卒業。騎兵第五連隊中隊長、陸軍騎兵学校教官、ドイツ出張、陸大教官、機構教官、騎兵第四旅団参謀、騎兵幹部部員を、歴任。 1935年8月1日に、陸軍騎兵大佐に任官式兵第24連隊長。1938年7月15日、陸軍少将任官式兵第3両団長、また、騎兵幹部府などを経て、日中戦争では、騎兵集団長として、猛虎に出動。1941年8月15日、陸軍中将となった。 1941年10月、第53師団長に親保され、太平洋戦争に従軍。1943年9月、第4師団長として、ボルネオに派遣された。1944年12月、ボルネオ守備軍を前進とする、第37軍司令官となり引き続き同地の守備を担当した。 太平洋戦争敗戦のため1946年4月に復員したが、翌年1月に PC 級戦犯容疑で交流。同年6月2日、公式刑判決。同年8月7日、パプアニューギニアのラバウルで刑が執行された。ありがとうございます。